タイラー・リー・クリッパードは、アメリカ合衆国ケンタッキー州、ファイエット軍歴シントン出身のプロ野球選手、ウトウミギウ現在は、フリーエージェント。愛称は、ザ・ヤンキー・クリッパード。これは、ニューヨーク・ヤンキースで活躍した往年の名選手、ジョーディ・マジオの愛称、ヤンキー・クリッパーと、本人の名字にちなんで付けられた。なお、ヤンキース以外では、クリップと呼ばれる。 2003年の MLB ドラフト9巡目でニューヨークヤンキースから指名されプロ入り。2006年まではヤンキースのマイナー組織でプレーし、9回あたりの平均成績は7.5アンダー、2球、10奪三振という内容だった。AA 級トレントン・サンダー時代の2006年にはフランチャイズ初となるノーヒットノーランを達成した。2007年5月20日に、 メジャー初昇格し、同日のニューヨークメッツ戦で先発投手としてメジャーデビューを果たした。初回に先頭打者のホセレースから3球三振を奪うなど、6回を投げ3安打1失点と高騰し、この試合の第2打席ではスコットショー・エン・ワイスからメジャー初安打となる中間への二塁打を放った。ワシントンナショナルズ時代2007年12月4日に、 ジョナソン・アルバラでほどのトレードでワシントン・ナショナルズへ移籍した。2008年6月9日にオダリス・ペレスが15日間の故障者リスト入りしたことに伴ってナショナルズでの初登板を果たした。2009年からはリリーフで好成績を残すようになる。2010年はチーム最下の78試合に登板し、すべてリリーフで11勝を挙げた。2011年は MLB 最多の38ホールドを記録した。オールスターにも初選出された。2012年は、ドリュー・ストーレンが故障で出遅れ、代役のヘンリー・ロドリゲスも不審に陥ると、クローザーに指名された。6月には12試合に登板し、無失点で10セーブを挙げ、DHL デリバリー、マン・オブ・ザ・イヤーを受賞。9月の終盤に、ストーレンがクローザーに復帰するまでに、 32セーブを記録した。チーム最多の74試合に登板した。2013年は2年連続でチーム最多となる72試合に登板し、リーグ最多の33ホールドを記録した。2014年2月10日にナショナルズと587万5000ドルの1年契約に合意した。前半戦4 3試合で6勝2敗3セーブ、19。 ホールド防御率2.03の成績を残し7月13日にオールスターに選出されたこの年は3年連続でチーム最多となる75試合に登板して7勝4敗1セーブ防御率2.182年連続で3度目となるリーグ最多の40ホールドを記録した2015年1月14日にユネル エスコバートのトレードでオークランドアスレチックスへ移籍した。2月11日に830万ドルの1年契約を結んだ。ここではクローザーとして投げ、移籍するまでに37試合の登板で1勝3敗17、セーブ、防御率2.79ホイップ1.19という高成績を記録した。ニューヨークメッツ時代2015年7月27日に、 KC マイスナー近世のトレードで、地区ュ位のメッツへ移籍した。メッツでは32試合にリリーフ登板し、4勝1敗にセーブ、防御率3.06、ホイップ1.05という成績で、相変わらずの安定感を発揮した。アスレチックスとの通算では69試合の登板で、 連続70試合登板以上は5シーズンでストップしたものの5勝4敗19セーブ、防御率2.92ホイップ1.13という高成績を記録した。同年11月2日にフリーエージェントとなった。アリゾナダイヤモンドバックス時代2016年2月8日に、アリゾナダイヤモンドバックスと2年1225万ドルで契約を結んだ。 ダイヤモンドバックスでは40試合に登板したが、過去の実績と比すれば、実力と乖離したピッチングに終わり、防御率4.30、フィップ4.32に止まった。2016年7月31日に、ビセンテカンポースとのトレードで、フルスヤンキースへ移籍した。フルスヤンキースに復帰後は、ピッチングの安定感を取り戻し、29試合のリリーフ登板で、 防御率2.49を記録。通年では2年連続での69試合登板で、防御率3.574勝6敗3セーブ、脱三振率10.3という成績を残した。2017年は、シーズン開幕前の2月9日に第4回、ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。3月22日の決勝プエルトリコ戦に勝利し、 初の優勝を果たした。シーズンでは7月までにヤンキースで40試合に登板したが、1勝5敗1、セーブ、防御率4.95と安定感を欠いた。2017年7月19日にトッドフレイジャー、トミー・ケインリー、デビッド・ロバートソンとのトレードで、イアン・クラーキン、ブレイク、ラザー・フォード、ティトポロと共に、シカゴ・ホワイトソックスへ移籍した。 ホワイトソックスでは11試合に、登板、1勝1敗にセーブ、防御率1.80と高騰を見せた。2017年8月13日に後日、発表選手とのトレードで、ヒューストン・アストロズへ移籍した。アストロズでは16試合に登板したが、0勝2敗にセーブ、防御率6.243と打ち込まれた。通年では67試合で2勝8敗後セーブ。 防御率4.77と前年から成績を落とした。オフの11月2日に FA となった。2018年3月7日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月29日にメジャー契約を結び、開幕25人枠入りした。この年は4年ぶりに70試合以上となる73試合に、 当番し、4勝3敗7セーブ、防御率3.67と調子を立て直したシーズンとなった。オフの10月29日に FA となった。2019年2月23日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月19日に一旦 FA となるが、翌20日にマイナー契約で再契約した。 開幕は、参加の a a 級コロンバス・クリッパーズで迎え、4月25日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの10月31日に FA となった。2019年12月20日にミネソタツインズと1年275万ドルの契約を結んだ。2020年オフの10月28日に FA となった。 古代ローマの投石機のような軌道から投げ下ろす、平均球速時速 148km のフォーシームと時速 130km 前後のチェンジアップの2球種が投球全体のほとんどを占める。他には時速 130km 台と時速 120km 台の2種類のスライダーを投げる。速い型のスライダーはカットボールとして扱われることもある。 2015年からはスライダーを投げなくなり代わりに習得した平均急速時速 132km のスプリットと 120kmh 前後のカーブを投げるようになった。スプリットは投球の約14%程度で第3球種目といえる頻度で使用している。ありがとうございます。